女で盲目で独身であれば、贅沢と言っても限度があり、美美食を欲しいままにしてもたかが知れている。しかし、春金の家には、主一人に奉公人が五六人も使われている。月々の生活費も生優しい額ではなかった。なぜそんなに金や人手がかかったというと、その第一の原因は小鳥道楽にあった。なかんずく彼女はウグイスを愛した。今日、鳴き声の優れたウグイスは、一羽一万円もするのがある。王子といえども事情は同じだったであろう。もっとも、今日と昔とでは、鳴き声の聞き分け方や岩礁法が幾分異なるらしいけれども、まず今日の例をもって話せば、結局結局、結局結局と鳴く、いわゆる谷渡りの声。ホーキーベカコンと鳴く、いわゆる高音。ホーホケキョウの地声のほかに、この二種類の鳴き方をするのが値打ちなのである。これはヤブウグイスでは鳴かない。たまたま鳴いてもホーキーベカコンと鳴かずにホーキーベチャと鳴くから汚い。ベカコンとコンという金属製の美しい余韻を引くようにするには、ある人為的な手段をもって養成する。それはヤブウグイスのヒナをまだ尾の生えぬ時に生け取ってきて、別な師匠のウグイスにつけて稽古させるのである。尾が生えてからだと、親のヤブウグイスの汚い声を覚えてしまうので、もはや強制することができない。師匠のウグイスも、元来そういうふうにして人為的に仕込まれたウグイスであり、有名なのは鳳凰とか千代の友とか言ったように、それぞれ名を持っている。されば、どこの誰しの家には近々の名鳥がいるということになれば、ウグイスを飼っている者は、我がウグイスのために、はるばるとその名鳥のもとを訪ね、鳴き方を教えてもらう。この稽古を、声をつけに行くと言い、大抵早朝に出かけて、幾日も続ける。時には師匠のウグイスの方から一定の場所に出張し、弟子のウグイスどもがその周囲に集まり、あたかも商家の教室のごとき感を呈する。もちろん個々のウグイスによって素質の優劣、声の微醜があり、同じ谷渡りや高音にも節回しの上手下手、余韻の長短など様々であるから、良きウグイスを取ることは容易にあらず。取れば授業料の儲けがあるので、値の高いのは当然である。春金は我が家に飼っている一番優秀なウグイスに、天子という名をつけて、朝夕その声を聞くのを楽しんだ。天子の鳴く音は実に見事であった。高音のコンという音の冴えて余韻のあることは、人工の極致を尽くした楽器のようで鳥の声とは思われなかった。それに声の寸が長く張りもあれば艶もあった。されば天子の取り扱いは甚だ丁重で、食べ物のごときも注意に注意を加えさせた。普通ウグイスのすり絵を作るには、大豆と玄米をいって粉にしたものへぬかを交えて白子を製し、別に船やハエの干したのを粉にした船粉というものを用意して、この二つを半々に混じ、大根の葉を吸った汁で溶く、なかなか面倒なものである。その他、声を良くするためには、エビズルというつる草の茎の中にすくう昆虫を取ってきて、日に一匹、あるいは二匹ずつ与える。格のごとき手数を要する鳥を大概五六羽は飼育していたので、奉公人の一人か二人はいつもそれにかかりきりであった。また、ウグイスは人の見ている前では鳴かない。カゴを、コウケという霧の箱に入れ、障子をはめて密閉し、
紙の外からほんのり明かりが差すようにする。この高家の障子には、紫檀、黒檀などを用いて精巧な彫刻を施したり、あるいは蝶貝を散りばめ、蒔絵を描いたりして趣向を凝らし、中には骨董品などもあって、今日でも100円、200円、500円などという高価なのが珍しくない。天子の高家には、品から白菜したという一品がはまっていた。骨は紫檀で作られ、腰に老漢の翡翠の板が入れてあり、それへ細々と山水楼閣の彫りがしてあった。まことに高価なものであった。春菌は常に我が今の床脇の窓のところにこの箱を据えて聞き入り、天子の美しい声がさえずるときは機嫌が良かった。ゆえに奉公人どもはせいぜい水をかけてやり泣かせるようにした。大抵快晴の日の方がよく泣くので、天気の悪い日は、従って春菌も気難しくなった。天子の泣くのは、冬の末より春にかけてが最も頻繁で、夏に至ると、おいおい回数が少なくなり、春菌も次第にうつうつとする日が多かった。一体ウグイスは上手に飼えば寿命が長いものだけれども、それには細心の注意が肝要で、経験のないものに任せたらじき死んでしまう。死ねばまた代わりのウグイスを飼う。春菌の家でも初代の天子は8歳の時に死し、その後しばらく2代目を継ぐ名帳を得られなかったが、数年を経てようやく先代を恥ずかしめぬウグイスを養成し、これを再び天子と名付けて愛願した。二代目の天子も、またその声霊名にして、下領貧雅を欺きければ、日赤加護を座右に置きて障害することを大方ならず、常に門弟らをして、この鳥の鳴く音に耳を傾けしめ、叱る後に諭していわく、何時ら天子の歌を聴け、元来は名もなき鳥なれども、幼少より錬磨の子を虚しからずして、その声の美なること、全く野生のウグイスと異なれり。人、あるいは言わん。格のごときは人工の美にして天然の美にあらず。谷深き山道に春を訪ね、花を探りて歩くとき、流れを隔つる霞の奥に思いもよらず泣き入れたるヤブウグイスの声の風が鳴るにしかず、と。しかれども、わらわはさようには思わず。ヤブウグイスは、時とところを得て初めてガチあるように聞こゆるなり。その声を論ずれば、いまだ美なりと言うべからず。これに反して、天子のごとき名調のさえずるを聞けば、いながらにして、幽水寒弱なる三教の風習を忍び、渓流の響きの戦艦たるも、己の桜の相対たるもことごとく心眼心事に浮かびきたり、花も霞もその声のうちに備わりて、身は荒人万丈の共にあるを忘るべし。これ技巧をもって天然の風景とその徳を争うものなり、音曲の秘訣もここにありと。また鈍魂の指定を恥じしめて、賞金といえども芸道の肘を介するにあらずや、何時人間に生まれながら鳥類にも劣れりと叱咤することをしばしばなりき。なるほど、理屈はその通りであるが、何かにつけてウグイスに比較されては、サスケをはじめ門弟一同やいきれなかったことであろう。ウグイスに次いで愛したものはヒバリであった。この鳥は天に向かって飛翔せんとする習性があり、カゴのうちにあっても常に高く舞い上がるので、カゴの形も縦に細長く作り、三尺、四尺、五尺というような竹に達する。しかれども、ヒバリの声を真に装備するには、
カゴより放ってその姿の見えずなるまで空中に舞い上がらせ、雲の奥深く分け入りながら鳴く声を地上にあって聞くのである。すなわち雲切りの技を楽しむ。大抵ヒバリは一定時間空中にとどまった後、再び元のカゴへ舞い戻ってくる。空中にとどまっている時間は10分ないし2、30分であり、長くとどまっているほど優秀なヒバリであるとされる。ゆえにヒバリの競技会の時には、カゴを一列に並べておき、同時に戸を開いて空へ放しやり、最後に戻ってきたものを勝ちとする。列島のヒバリは戻ってくるとき、誤って隣のカゴへ入ったり、花畑式は一丁も二丁も離れたところへ降りたりするが、普通はちゃんと自分のカゴをわきまえている。けだし、ヒバリは垂直に舞い上がり、空中の一箇所にとどまっていて、再び垂直に降下するのである。されば自然と元のカゴへ戻るようになる。雲切りとは言うけれども、雲を切って横に飛ぶのではない。雲を切るように見えるのは、雲の方がヒバリをかすめて飛ぶためである。淀屋橋筋の春金の家の隣近所に家居する者は、うららかな春の日に盲目の女師匠が物干し台に立ち入れてヒバリを空に上げているのを見かけることが珍しくなかった。彼女の傍らにはいつもサスケがはべり、他に鳥かごの世話をする女中が一人ついていた。女師匠が命ずると女中がかごの戸を開ける。ヒバリは喜々としてツンツン鳴きながら高く高く登って行き、姿を霞の中に没する。女師匠は見えぬ目を上げて鳥かげを追いつつ、やがて雲の間から泣きしきる声が落ちてくるのを一心に聞き惚れている。時には同行の人々がめいめい自慢のヒバリを持ち寄って競技に興じていることもある。そういう折に隣近所の人々も自分たちの家の物干しに上がってヒバリの声を聞かせてもらう。中にはヒバリよりも別品の女師匠の顔を見たがる手合いもある。町内の若い衆などは年中見慣れているはずだのに、物好きな痴漢はいつの世にも絶えないもので、ヒバリの声が聞こえると、それ女師匠が拝めるぞとばかり急いで屋根へ上がっていった。彼らがそんなに騒いだのは盲目というところに特別の魅力と深みを感じ、好奇心をそそられたのであろう。平素サスケに手を引かれて出稽古に赴くときは黙々として難しい表情をしているのに、ヒバリをあげるときは晴れやかに微笑んだり物を言ったりする様子なので、美貌が生き生きと見えたのでもあろうか。まだこのほかにもコマドリ、オウム、メジロ、ホウジロなどを飼ったことがあり、時によっていろいろな鳥を5羽も6羽も養っていた。それらの費用は大抵でなかったのである。はい、どうも。今日は冷えたスパークリングワインにしてみましたよ。いつもと違う感じで。はい、どうも。おお、いいですね。たまにこういうのも。夏らしくて。夏らしいね。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。プチケリビングシアター、今週も無事にやってまいりました。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回は、はい、第124回目になりますね。7月に入りました。はい、7月第1週、今回の作品は、はい、春金賞第6回目でございます。6ですね。はい、来ましたね。はい、春金賞シリーズもですね、はい、続け
ていきまして、うん、まあ、だんだんと後半に、差し掛かってきましたが、まだ、はい、まあ、まだ中盤、まだ中盤、中盤の中盤の後半みたいな、中盤の後半、なるほどみたいなんですけどもね、はい、はい、そんな感じでございました。今回はですね、春金の、小鳥道楽についてお話でございました。はい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 。まあ、春金とサスケがですね、まあ、実家を出てですね、一戸を構えて二人で生活するようになって、その生活ぶりがですね、まあ、前回ぐらいからですね、こう細かくですね、いろいろとこう紹介されているわけですけれども、今回はその中で、特にね、春金、唯一の楽しみと言ってもいいかもしれないですね、その、ひばりとか、ウグイスとかひばりを飼ってですね、あ、そういう鳥さんをすごく、めでたと、小鳥道楽とかね、そういう趣味があって、それについて随分詳しく書かれていました、ね、はい、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、本、まあ、ちょいこうモチーフとして鳥っていうのは出てきますけれども、うん、まあ、直接ね、うん、そのいわゆるこうストーリーのその筋にはそこまで影響しないことだと思うのですが、これめちゃめちゃ細かく書いてあるということは、これ谷崎さんもちょっと興味あったのかしら。まあね、もともと興味あったのか、これで調べたのかわ からないですけども、ね、そひばりの競技会があるとかですね、そういうウグイスの声はそうやって、なんていうんですかね、人工的にね、作るったりね、そういうもんだなんていうのも全然知識として知りませんでしたけども、まあ、まあちょっと調べてみるとですね、やっぱり例えばウグイスはですね、ウイスっていうのは最初からホウホケキョウとあのように鳴けるわけではないらしいですね。へえー、そうなの。ウイスは親とか周りの鳥が鳴いているのを聞いて、子供はそれでああいうふうに鳴けるようになるそうです。なので初めからああいうふうに鳴くわけじゃないらしいです。なるほど。だから逆に言うと、いいものを持っていても、周りの親が下手くそだと泣くのが下手になっちゃうらしいです。なるほど。だからこういうふうにね、うまく泣くところにこう連れて行って、あ、だから覚えさせる。そう、だから後天的にああいうふうに泣くようになるらしいです。なるほど。だからまあまあひなの、まだね、泣き始めの頃はあんなふうに泣かないらしい。どんどんと聞いて覚えてああいうふうに泣くんですって。まあ、ちょっと人間の子供が勉強してね、徐々にこう知識を得ていくように、同じようにこう、まあ、いい先生に習ってこううまく抜けるようになっていくということなんだね。だからまあね、そういう、特に人工的に、いいね、声を持ったウイスを作ろうと思えば、まあ、作れるということみたいですね。あとは、あとひばりはね、ひばりのその、高く、ね、飛ばして、でその上で鳴いてるのを聞く、でまあその、競技会なんかでは最後までね、過去に戻ってこないのが一番だなんていうのも、そういうのも実際にそういう競技会を昔はあったみたいですね。でも今はなんていうの、その動物愛護の観点から今はないみたいな。そうなんだ。で昔はね、そういうなことはあって、本当にそういうね、なんですかね、競技会みたいなのかな、まあ、ちょっと調べたところではなかったみたいですね。まあやっぱりね、その頃はそんなに娯楽といってもなかっただろうから、やっぱりそういうことをね、皆さんこう興味のある方はすごく熱心にやってたってことなんだろうね。まあね、純金は目が見えないからね、やっぱりこう耳でね、楽しむというもの、というので、そういう鳥の声とかね、あとはね、そのさっきも言ったようにね、ウグイスなんかはね、お師匠さんがいて、弟子がいて、弟子じゃないけども、お師匠さんとなるウグイスがいて、そのみんなね、
それを習ってね、よく泣けるようになるなんていうのは、まあ、指定関係な、なるほどなるほど、ちょっとね、あそうか、そういうこの物語ともちょっとねこう、通ずるようなところはあるのかもしれないし、なるほどね、あとはまあそういうひばりみたいに、高く飛んでいくっていうのも、まあ、なかなかねそのやっぱこう目が見えないからどこへでも飛んでいくことができない春菊の思いなんかも、なるほど、こう映している反映しているのかなとも思えば思うし、あとはまあそもそもねこれはあのモズヤ春菊で、ね、モズヤ、ね、モズヤの娘ですからね、あの、まあ、そこにもモズっていうね鳥さんが出てきたりして、まあ、何かとね、この春菊賞やっぱり鳥に少しね、うん、何かこう関係して、ね、あの話がね、うん、作られているのかなっていうふうに、うん、まあ、そういうところからちょっとこう紐解いていくのも面白いと思います、うん、面白いですね、こう谷崎さんがちょっとこう物語の奥にこうちょっと潜めておいたというかね、まあ、分かる人が分かってくれればいいかなみたいなものだったのかもしれないね、そうそうそう、まあ他にもね、メジロとかホウジロとかね、うん、いろんな鳥をね、まあまあ買ったっていう、記述もね、うん、あるけどね、まあ鳥を飼ったことは、僕は小さい時ね、家にインコとかね、いたことはあったけどね、うん、まあ、いつの間にかね、どっか飛んでっちゃったりしたりしてそうなんだ、そうそうそうまあ私も文鳥とかだったかな、飼ったことはあったかな、小さい時にね、まあ、やっぱり一般的だよね、鳥の飼育っていうのはね、あの学校なんかでもさ、クラスで飼ったりするのもね、まあ、あの小さいし、まあ、世話がしやすいというか、ね、まあ、カゴの中でまあそれを置いておけば、まあ、大きい小屋とかこう必要ないし、まあまあ、手軽だということなのかもしれないけど、まあ、鳥をねきっと飼ったことがある方は少なくないと思うね、そうだね、でも完璧に世話するのはこれまた大変だよね、まあ、大変だと思う、本当に、そのためにほら、あの春菊の家には人がたくさんいたっていうぐらいだからね、餌のね餌代がねものすごくかかってるみたいです、ね、すごい凝ったね餌を作ってるじゃないですか、いい声で鳴かせるためにね、だいぶこういろんなものを混ぜたりとかね、はいはい、いや本当にそれだけ手をかければね、やっぱり町は違うんでしょうけどね、まあ、そういうふうに鳥を愛した、まあ、春菊っていうね、いろんな思いをもしかしたら託していたのかもしれないですね、そうですね、はい、ここからまたググッと後半戦っていうことですかね、そうですね、はい、この後後半戦に入っていくと思います、はい、まだまだ話はこれからでございますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております、はい、はい、ということで今回は春菊賞の第6回目でございました、はい、はい、ではね次回はまたそうですね、作品をお届けしたいと思います、はい、7月になりましたのでね、暑くなってきました、そうですね、熱中症なんかにもね気をつけて過ごしていきましょう、はい、はい、ではまた次回まで、さようなら。